1999年の大阪近鉄バファローズでは、1999年の大阪近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の大阪近鉄バファローズは、佐々木京介監督の4年目のシーズンである。地域密着型の球団になるべく、大阪近鉄バファローズに球団名を変更。スポーツニュースでは、大阪近鉄の表記が増えたものの、新聞や雑誌では、 近鉄が引き続き使用されるなど新球団名はなかなか定着しなかった。球団名の変更に伴い、ビジター用ユニフォームは長く親しまれた近鉄から大阪にロゴが変更された。球団名変更もあり、チームは4月を首位でスタートしたものの5月は9勝14敗と、負け越して5位に転落するなど苦戦が続いた。6月以降は、まずまずの成績を残したものの、 8月5日からの9連敗、8月下旬から9月7日までの7連敗で、再位に転落すると二度と浮上せず、1995年以来4年ぶりの再位で全日程を終了。投手陣は小池秀郎や岡本明がローテーションを守ったものの、それ以外の投手は不調に終わり、8月29日からの7連敗中に5試合連続で2桁失点を喫するなど、 リーグワーストのチーム防御率4.54を記録した。打撃陣はタフィローズと中村のりひろなどが打ちまくって、チーム本塁打はリーグ1位を記録するもチャンスに弱く打線全体で113閉殺打を記録した。優勝を期待されながらも最下位に終わったこともあり、佐々木監督は辞任後任にはチームハイの木の梨田正隆に軍監督が昇格した。 ありがとうございます。